まあ、あとなんか僕気になったのはですね、やっぱそのさっきヤフーのニュースにも載ってたんですけども、東京湾の、まあ、海底のね、土のセシウムっていうのがですね、7ヶ月で13倍になってるっていう、これ読売新聞ですか？なんかなってるってことが、近大とかですか？なんかその、どっか忘れましたけども、なんかいろんな調査によって分かったと。いうことが載ってましてね、本当に怖いなと、思いますね。これ今ちょっと、見ようと思うんですけども、近畿大の調査ですね、去年8月から7ヶ月間で1.5倍から13倍に増えたっていうことが、分かったっていうことでね、これ本当怖いですよね。例えば、東京湾って築地市場とかあってですね、そこからその、魚、新鮮な魚とかをね、売ったりとかしてると思うんですよね。あんまり僕ようわかりませんけども、例えば、その海底の土のセシウムをですね、プランクトンが食べたりとかして、まあそれを魚が食べたりとかっていう風にして、まあ生物濃縮っていうのが起きてですね、それを人間が食べるということになったらですね、大丈夫かいなと。それはもちろん検査とかね、ちゃんとしてもらわないと困りますけども、例えばその、まあいろんなことが考えられますよね。本当にこれはね、深刻でね、やっぱり原発事故の影響っていうのは、まだまだ終わってないと。っていうことが言える中でね、原発再稼働だとか言ってることがね、いかにおかしいかと、僕は本当に思いますよね。これ本当、今年だけじゃなくて、だからずっと続いていく問題なんですよね。まあ、チェルノブイリなんかですね、原発事故から25年経っても影響がそこかしこで出ててですね、終わってないと。セシウムっていうのは30年で半減とかいうことですから、日本だって今後30年ぐらいはですね、ずっとそういうのがずっと続くっていうことですからね。本当にいかにね、原発っていうのが、いかに怖いかと、いうことをね、やっぱ考えたら、再稼働なんかそのありえない話で、例えば廃炉にするとかね、そういう方向でどんどん行かないとですね、本当また事故が起きたらどうするんだっていうね、そこは何にも解決されてませんからね。安全対策はで何にもされてないまま、ストレステストっていうそのパソコンのシミュレーションだけやりましたって言って、安全だって政府が言ってるっていうのはね。だからそういうのがおかしいってみんなが指摘するからですね、政府だってその再稼働とか、よう踏み切れないんですよね、ゴリ押しでもですね。ということから考えたらね、だから再稼働だけの問題じゃなくて、やっぱこういう食べ物、セシウムの問題とかね、ほんとね、これほんと怖いですよね。だからやっぱ魚とかですね、ほんと食べてる人っていうのが、なんか僕の印象的にあんまり、以前よりはだいぶ減ってるんちゃうかなと思いますけどね。まあまあなんか、ほんとなんか気つけた方がいいですよね。やっぱ特にやっぱ子供なんですよね。やっぱ子供に、まあこういうのをね、その放射能の影響の強く受ける子供たちにですね、できるだけ食べさせないようにするっていうのは、これ親心として当然だと思いますからね。てかほんとなんか、自分たちで守っていくしかしゃあないのかなと思う面もありますけども、やっぱりもっといろんなところに働きかけたりとかね、やっぱ放射能の、研修、ちゃんと測ってくださいっていうふうに強い働きかけとかですね、そういうのがないと、なんか垂れ流されていってしまうのは非常に怖いなと思いますよね。